ベンハーは1925年制作、公開、フレッド・ニブロ監督によるアメリカ合衆国の長編劇映画である。サイレント映画。前年の1924年に三者合併で設立されたばかりのメトロゴールドウィン・メイヤーが390万ドルの拒否を投じ、フレッド・ニブロ監督にラモン・ヌバルを主役に制作したスペクタクル超大作である。原作は ルー・ウォーレスが1880年に発表した小説、ベン・ハーデ、1907年の15部の短編版に次ぐ2度目の映画化である。当初、チャールズ・ブレビンが監督し、ジョージ・ウォルシュが主演をする予定であった。巧妙な戦車競争シーンは、リーブ・スイースンが演出している。同シーンの監修エキストラとして、当時の俳優、スタッフらが大量に動員された。 このシーンは6万メートル以上のフィルムが撮影されたが、最終的に229メートルにまとめられた。また、一部のシーンは二色砲によるカラー映像で、ビデオ版リリース時にチェコの倉庫でフィルムが発見されたことで現在でも、その再色を見ることができる。ウィリアム・ワイラーによる1959年の3度目のリメイクは、この2作目をほぼ完全に踏襲している。 ワイラーは2作目の助監督でもあり、両作品に関わった数少ない人物である。1928年度キネマジュンポベスト10、外国映画4位。1997年に、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。舞台は、紀元前、ヘロデ大王の知性のパレスティナである。ユダヤ人の住む地域に、ベン・ハー、その幼な友達のメッサーラがいた。 ベンハーが十六歳になった時、ローマの武人となったメッサーラと再会した。メッサーラは、ローマ人であることを傘に着て、ユダヤ人のベンハーを馬鹿にした。ベンハーはこのことを心に刻み込んだ。ローマからグロータスが失勢として赴任した日に、ベンハーは謝って怪我をさせてしまう。ベンハーは、母や妹と共に、メッサーラによって捕らえられる。ベンハーは奴隷に落ちた。 海賊がローマ海軍を襲撃し、ローマ側は全滅したが、軍艦の攻撃手奴隷だったベンハーは、アリウス帝徳を助け、二人だけが生き残った。アリウスは、ベンハーを養子に迎え、豊かな暮らしを与えるが、ベンハーは、母と妹を探して、旅に出た。アラビアにたどり着いたベンハーは、合商しもにです。その娘のエステルに出会う。ベンハーとエステルは互いに惹かれ、会うが、 翌日、戦車競争の対戦に出場することとなる。対戦相手はメッサーラである。数万人の監修を前に、かつての友人、今は民族同士の威信をかけた争いの相手である。メッサーラは、卑怯な方法で、ベンハーの戦車を倒そうとしたが、そのおかげで命を落としてしまう。対戦に勝利したベンハーは、この勢いに乗じて、ユダヤ民衆を煽り、 ローマ人が処刑しようとしているユダヤの預言者、イエス・キリストを救おうと呼びかける。たどり着くとキリストは、ベンハーの申し出を拒否する。キリストが病気を回遊させた二人の女性がいると、ベンハーは知る。それがまさに探していた母と妹なのだった。キリストは受難を感受したが、そのことにより、神の恵みは、母にも妹にも、ベンハーにも、 世界中の誰に対しても振り注ぐ。ありがとうございます。